サンドウィッチはアメリカ合衆国のニューイングランド、マサチューセッツ州のバーンスタブル郡に属している町。2010年国勢調査によると人口は2万675名である。町役場は歴史地区のデクスター・グライスとミルのすぐ隣にある。町のニックネームは多くの沈没船を天国に送った町である。郵便番号はイーストサンドウィッチが02537。 オレストデールは02644、サンドウィッチは02563である。ケープことで最古の町であり、2014年375周年を迎えた。現在でも古き良き時代の街並みが姿を残しており、観光地として人気がある。もともとは農業とガラス工芸が盛んな町であり、19世紀にはレースフェデザインであるレースグラスが有名になった。 現在でも当時の面影を残す水車、デクスター製粉所や、サンドウィッチガラス博物館などがある。地元のイン、ダンルウェブスターインスパには1976年のアメリカ訪問の記念に、コージュン皇后が送った日本人形があり、ロビーに展示されている。何千年もの間、ケープコットには、アルゴンキングを話すワンパノアグ族を含む、先住民が住んでおり、 マサチューセッツ湾やプリマス植民地でイギリスからの入植者と対面した。1637年、プリマス植民地から許可をもらったソーガスからのグループとして初めてヨーロッパからサンドウィッチに入植した。イングランドのケントのサンドウィッチからこの港町に名付けられた。1639年に自治体化し、ケープコットで最も古い町となった。1884年、 町の西部が分離されボーンという町になった。ベンジャミン・ナイト・キャサリン・トゥッパーの記念碑ウォールド、カウンキ通り沿いでタバーン、または店舗として使用されていたベンジャミン・ナイテ修道 6A5379 番のバーナバス、ホルウェーイ邸などの歴史的邸宅が多数ある。デクスター製粉食エーカーの初期の入植地となっており、全米クエーカー会議は現在もここで行われている。 他の宗教団体との衝突もあったため、一部はダートマスなど他地域に逃れた。代々この地に住む者はクエーカー関係者が多い。初期の産業は農業、漁業、商業であった。その後スカセット川オールドハーバーお及びその支流沿岸で小規模産業が栄えていった。現在の最大の産業は観光業である。 サンドウィッチガラス博物館1825年、デミング・ジャーブスはボストンサンドウィッチグラス工場を創立した。近くに運河に適した浅い港があり、ガラスを作る釜用の燃料となる木々を地元で調達することができた。クリスタルガラスを主に作っており、着色することで知られていた。ジャーブスはガラスイ型や押し型に関するいくつかの特許を取得した。 南北戦争後、低価格のソーダ石灰ガラス製の食器を製造していたオハイオ州、ペンシルバニア州、ウエストバージニア州と競合し、業績は悪化していった。1909年から、ケープコトウンガの建設が始まり、1914年に完成した。1968年、キャナル発電所が開設された。サンドウィッチのサンバシュヘリテージ博物館、植物園、 ウィングフォート邸、サンドウィッチグラス博物館、ソーン・トン・バージェス博物館、グリーン、ブリア自然センタージャムキッチン、ホクシー邸、ダニエル・ウェブスターイン、デクスター製粉所、サンドウィッチフレンズ・ミーティングハウス、ショームコなど様々な観光地がある。サンドウィッチ・サンバシも観光客に人気である。1991年、サンバシはハリケーン・ボブで倒壊したが、 民間の寄付により再建された。多くのアートギャラリーのほか貴重書やアンティークの店舗もある。オーティス空軍周辺基地の滑走路の半分など、主要部分がサンドウィッチにある。アメリカ合衆国国政調査局によると、総面積は44.2平方マイル、うち42.7平方マイルが、土地3.32%の1.5平方マイルが、水域である。北に、 ケープコット湾、東にバーンスタブル、南にマッシュピー、ファルマス、西にボーンがある。ボストンの南南東を57マイルに位置する。ケープコット運河東口ケープコット運河のケープコット湾港に位置する。北には、サガモア、ヒル、スカセット海岸州立本国があり、運河により、町内多地域と分断されている。北には、ショームクロウル州立森林地区、 マサチューセッツ州立狩猟牧場がある。ケープコットはに沿って6つの海岸がある。町のそれ以外の部分は、ケープコットの典型で、多くの小さな池、丘があり、木々の多くは松と多くである。複数の小さな支流がある、大きな入り江であるオールドハーバークリークがあり、船が停泊することができる。夏以外は、車が主である。 マサチューセッツ州高速道路3号線を使うと、ボストンから1時間ほどで来ることが可能である。なお、夏季は近くのハヤニスの町まで高速フェリーを使う、方法などもある。ミッドケープハイウェイとして知られる国道6号線が、町を横切り、オーティス空軍周辺基地の北を通る。国道6号線には町内に3カ所の出口がある。修道130号線の北端が、 国道6号線及び 6A 号線の交差点に位置している。修道130号線はオーティスの東を通りマシュピーに向かう。サンドウィッチ駅マサチューセッツ沿岸鉄道により貨物列車が通っている。ケープホット中央鉄道はハイアニスからサンドウィッチ及びサガモアに向かって運行している。アムトラックの一番近い駅はボストンにある。 サウスステーションとプロビデンスステーションである。マサチューセッツ湾交通局コミュータートレインの一番近い駅はキングストン、ルート3ミドルボロ、レイクビルであり、ボストンに向かっている。旅客鉄道ケープフライヤーは近くのハヤニスからボストンのサウスステーションに向かっている。最も近い民間の地方空港はバーンスタブルにあり、一番近い国際空港は ボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人種別人口構成太平洋諸統計0.01%年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。